さあ始まりました、新世界はじめまして TV。 さて、ひろゆきです。今日はですね、新世界に来ておりまして、いつも新世界なんですけど、今日はですねゲストを呼んでおります。それでは今日のゲストです。今日はですね、この3人でですね、なんと、この新世界に、ゴミを巻き、散らかしたいと思います。なるほど。巻き散らかす？巻き散らかす、もう、ゴミというゴミを。炎上かけたの？炎上かけた。炎上炎上企画ですね。いいんですよ。というのもですよ。というのも、はい。そうです。清掃活動ですよ。ゴミの清掃活動をやりたいんですけども、ただ単に、清掃活動をするのは面白くないということですね、ゴミを捨ててるような映像を逆再生してゴミを捨てたいと思います。当てる当てる。ゴミを捨てる、ゴミを拾ってそれを逆再生したら捨ててるみたいな、捨ててるみたいな言ってますけど。さあ、早速新世界にゴミを巻きまくりに行きたいと思います。行くぞー、レッツゴー。日本のみならず世界中にはこのように置き去りにされたゴミがたくさんあります。今回新世界で始めました TV では、ゴミにまつわる動画を撮影することに。そこで動画の撮り方に一工夫加えます。まず新世界内で清掃活動を行うのですが、後ろ向きで行います。ここで動画ストップ。そしてこちらの動画を逆再生すると、まるでポイ捨てしているかのように。この動画でゴミのポイ捨てのマナーの悪さを目に見えるようにし、清掃活動を PV 動画としてお届けすることで、ポイ捨て減少につながり、綺麗な街づくりを心がけれるようにしていきたいです。それでは動画スタート。
と申します。あれと実はね、リリクさん聞かせてもらってるんですけど、そこにね、ブレイクも登場させてもらってるんで、観光の人はプライド前にというような新世界に来てもらおうと思ってますので、またあの、新世界ね、またテレビの場所を作っていきましょう。すいません、またよろしくお願いします。ありがとうございます。またお願いします。ご視聴ありがとうございました。